マイナス971はソ連、ロシアのコブロフ社によって開発されたアサルトライフルである。1980年代にセルゲイアイ・ココシャーラフによって設計された。標準モデルでは 5.45X39mm 弾を使用する。2015年4月、ロシア国防省は AK-12 とともに X-971 の選定を公表した。 X-971 は AK-47 の構造を元にして設計された。構造が単純なため安価に製造できる。X-971 の初期型モデル X-971 には、X-971、X-972、X-973 の3種類のバリエーションが存在する。 x マイナス971では5.45、X39mm 弾、エックマイナス972では5.56、X45mm な等弾、エックマイナス973では7.62、X39mm 弾を使用する。さらに、x マイナス971と x、x ックマイナス973には、トリガーの機構や、セレクターレバーの位置の変更、 ストックを軽く大きくするなどの改良をした S モデルも存在する。ストックが肉抜きされているため、ストックが折りたたまれている場合でも、灰、鞘を妨げたりすることなく射撃することが可能。また、AK-74 に M 同様、レシーバー左側にレールマウントが存在するので、光学機器が取り付けられる。アカム以来、AK シリーズでは低い発射レートによって、 フルオート射撃時の制御性を確保していた。しかし、その安定志向がたたって、内務省、スペツナズの隊員などから、レートが低すぎるため至近距離での銃撃戦で撃ち負ける可能性があるとの意見が上層部に寄せられた。また、AK-74 から採用された 5.45X39mm 弾は、それまでの7 6 2二 x 3 9 m m 弾と、 比べて、ストッピングパワーが大きく劣っており、敵を倒す場合には最低限でも2発を命中させる必要があった。そのため、次期主力小銃を選定するアバカン計画に提出された3丁の候補には以下の特徴が見られた。二点バースト射撃を搭載していることそれまでの主力小銃より高いレートであること高い耐久力は、 保持したままであること以上の条件に当てはまるよう、コブルフシャワーできる限り単純な機構で、高レートでありながら制御しやすく、なおかつ安価で高い耐久性を実現させることに重点を置いた。外見からもわかる通り AK シリーズの流れを組んでいるが、本中には重りを使用して反動を相殺する機構が採用されている。これはガスポートから拾い上げた燃焼ガスで、 ピストンと重りを同時に動かすことで、ボルトの作動による反動を打ち消すことができる。この機構を実現するために、従来の AK シリーズでは、ガスポートの位置がハンドガードよりだいぶ前についていたところを、本銃ではハンドガードの先端部分にガスポートが存在し、本来ピストンが収まっていた重心上部のシリンダーは、重りが収まるケースとなっている。本銃は、 アバカン計画に提出されたものの惜しくも採用されず、アルファ部隊など警察系特殊部隊に採用された。隊員からの評判は、おおむね良好である。ありがとうございます。